大学生ですね、自分を含め3人で1人の女性を狙っています。どうしたら走ることができますか？現在、1人が授業と同じになっているため、仲良くなっていると感じます。出会ってまだ1ヶ月程度ですってことなんですが、あ、なるほど。まず出会ってまだ1ヶ月ぐらいだったら、一番見た目がいいやつが持っていくと思いますよ。出会って1ヶ月だと、外見的な特徴の方がですね、重視されるんです。だからポイントは、おそらくですね、ご自分が選ぶ基本に言ったら、自分が一番見た目が、いいというふうにですね、思うのであれば、その自信があるんだったら、自分が一番最初に攻めるべきです。で、一方で、自分が一番見た目がいいわけではないというふうに、思うのであれば、やるべきことは、3ヶ月経つまでは、誰も一歩踏み出させることもしさせないというのが一番いいんじゃないかなと思います。はい。3ヶ月を超えると、人間って内面を見るようになるんですよ。その相手の性格を見るようになるんですよ。そう。見た目に自信がないんだったら、3ヶ月間、なんとかしのげと。見た目に自信があるんだったら、3ヶ月以内に決めろっていうのが、恋愛の鉄則です。自分を含め3人で1人の女性を狙ってるってことなんですけど、一番ちょっと面白いオチをご紹介しましょうか。その3人のどれとも違う人と付き合うってオチがありますよ。なんでかっていうと、そもそもね、女性が相手を恋愛対象かどうかっていう風なのを判別するのに、どれぐらい時間が必要だと思います？はい。どれぐらい必要だと思います？はい。女性って、大体、目の前の男性が恋愛対象になるかどうかを90秒から4分で決めます。はい。だからもう決まってます。はっきり言って。誰が恋愛対象になって、誰が恋愛対象にならないのかは、決まってるんですよ。で、3人でもう1ヶ月競ってるってことは、どういうことかっていうと、多分、決まってないというか、まあ、どれでもいいというか、どれでもないというか、まあ、一人に決めるほど差はないんですよ。だから全員ワンチャンがあるので、まあ、3ヶ月ぐらい経って、性格がね、分かるようになってきてから決まる可能性もあるし、もっと言うと、3人の誰とも付き合わず、もうちょっとなんかコミュニティが広がったりとか、新しいところで出会った人と、ポッと付き合う。だからみんながわーって付き合ってる間に、別の人がスッて現れて、パッと持って帰れるっていうのはよくあるパターンですね。はい。よくあるでしょ。だって、どれかがさ、明確に良かったらもう決まってるじゃん。決まらないってことをすることなんですよ。はい。なんで、ぜひ、自分を磨いてください。はい。次の恋愛のためにも。はい。もしかしたら、ワンちゃんその人あるかもしれないし。てか、普通にさ、3人で競ってるんだったら、なんで先に行かないの？うん。なんで？だって、競い合ってる競争相手がいるのにさ、デートさせたりとか、ご飯させたりとか、すりゃいいじゃん。なんでしないの？ほんと不思議なんだけど。普通にさ、ご飯行ったりとか遊び行ったりすればいいじゃん。くどくとか付き合うとかじゃなくて。仲良くすればいいじゃん。だって今のでさ、同じなんかこう、チームというか、班というかわかんないけど、その中にいるから仲良くなってると思いますとか言ってる暇があるんだったら、普通にさ、プライベートで誘えばいいじゃん。うん。なんでしない？うん。いいお店とか連れてあげればいいじゃないですか。必死にバイトしてさ、めっちゃ稼いでさ、ね、相手がびっくりするようなさ、ご飯食べに行くとかさ、びっくりするようなデートするとかさ、すればいいじゃん。うん。そうやってやっぱ男って頑張るものだと思うんで、なんでしない？うん。1ヶ月待ってる理由を教えてほしいかも。うん、だってさ、皆さんさ、レストランに行って美味しいご飯が出てきたら冷める前に食べるでしょ？うん、それと全く同じですよ。なんで好きっていう感情が出ていて、もう競争相手もいるのに、なんで手こまねいて待ってんの？うん、不思議だ。謎だ。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。